皆さんこんにちは。万葉チャンネルのよろず周波です。12月になって本格的に冬が始まろうとしていますね。今日は雪の降る寒い夜に読まれた百人一首の中の一首を紹介したいと思います。かささぎの渡せる橋に置くしもの、白木を見れば夜ぞ更けにける。この歌は新古今和歌集に収められています。作者は大友のやかもち。令和の元となった上の花の宴を開いた大友の旅人の息子です。彼は万葉集時代末期の歌人で、万葉集の編纂にも携わったとされています。歌人として名高いやかもちですが、律令国家の高級官吏としても名を残しています。彼の人生は左遷と昇進の繰り返しでした。この歌は彼が宮中で殿居をしている時に読まれました。かささぎというのは白黒のカラスのことで、佐賀県ではカチガラスと呼ばれている鳥です。七夕の日の夜、織姫と彦星が天の川を渡って会えるように、かささぎが翼を広げて天の川に橋を架けるという伝説があります。作者はかささぎが渡した白い橋と真っ白な霜の降りた宮中の階段等を重ね合わせているのです。その光景を見て夜が更けたことに気づく、とても美しい光景が浮かんでくる素敵な歌です。これからますます寒くなってきますので、風邪をひかないように気をつけて過ごしていきましょうね。ではまた次の動画でお会いしましょう。